はい。えー、竹内です。こんにちは。こんばんは。ということで、えー、大変でしたね。えっ、ー、<laughs> と、大変なね、禁止薬物問題ということで、うん。びっくりしましたね。夜中に、まあ、ちょっと、あまあ、そろそろ作業も終えてね、寝ようかなと思ったところでそのニュース見まして、でもまあ JRA の方のホームページとかでは何も書いてなかったんで、 うーん、どうなのかな本当なのかなと思ったんですけど、まあ、どうやら本当だったということでね。えー、まあ、大量のね、本当にあの除外取り消しがあって。うん、まあまあまあ、後でまたこの話はしますけど、うん、開催ね、中止にしてもよかったかもしれないですけどね。もう、あんだけ、えー、あの状況でねで、取り消すことが分かってるのに、あのー、馬券売り続けてましたからね、JRA も。 あれはちょっとね、なかなか、うーん、パッドのね、投票画面とかでせめてお知らせ出すとかしなきゃいけなかったんじゃないかなー、なんてことは思いました。うん。でもまあ、あの、まだまだね、この騒動ちょっといろいろ大を引いていくとは思うんですけど、まあ、今週はね、あの、上半期の、まあ、締めくくり的なレースが、宝塚記念がありますので、うん。えー、まあ、とりあえずそっちに意識を切り替えてやっていきたいなと思います。 で、えー、まあラインナップ的にはいつもと同じですね。反応、調教、時々、高速場から始まって雑談で終わるという感じでいきたいと思います。 はい。えー、まずは、販路調教時計別構想場ということで、過去にこれくらいの販路調教時計の時に構想が多いというもの中から気になるものをピックアップしております。という感じなんですが、まあ、あそうですね。まあ、レイデオロは、まあ、そんな崩れないんで、あれなんですけど、まあ、レイデオロ、えー、バーニングペスカ、マカヒキ、ゴライアス、ロアブソリュ、えー、メシャルティム、アイス,ス,ストア、アイスストーム、スが一個多かったですね、えー。マルカソレイユ、グローリーグローリーと。 うん、ということになっておりますので、えーまあ、この辺はね、ちょっとあの今週の反応の時計もチェックしながらという感じなんですけれど、あのこの時期からね、えっと、まあ、あのー、北海道での、えー、函館、札幌での競馬が始まってからは、あのー、そっちに該当している馬は販、ね、路除去、あのー、時計がありませんので、その辺はお気をつけくださいはい。 はい。えー、特別売れ筋体値の高いの編ですね。えー、で、えー、そうか。そうですね。あの、一回説明を渡し直そうと思ったんですけど、一応ここに書いてあるんですけどね。特別登録場が出た時点でピックアップしてるっていうことになってるんですが、あの、それがちょっとね、あの、わかんない方とか、あのー、この動画をですね、あのー、初見で開催前日とかに見た人は、えー、ま、なんで同じ馬の名前が2体、2頭、 あのいたりするのかな？っていうことでまあ、疑問に感じたりする、うん、方もいるみたいなんですけど、まああの複数ね。登録してる？馬っていうのはおりますので。うん。ま <laughs> もちろん走る時は一つのレースですよ。うん、そこをね。たまに分かってない人がいるんですよね。あの、まあ、どうやってこんな違う競馬場で同じ日に両方走るんですか？っていう質問が来たりするんですけど、うん？ あの、その辺に関してはね、JRA のホームページとかで、あの、特別登録っていうあのシステムをね、えー、ちょっと勉強してもらえたらいいかなと思います。はい。今回も2頭ね、あの、2頭というか1頭なんですけど、サトノマックスが2つ、登録してるので、まあ、2つのしてますっていう感じです。で、エイシンロード、シュバルツ・ボンバー、ロード・マイ・ウェイ、レジーナ・ファースト、エクレア・スパークル、エタリオーという感じになっております。 で、そのダート編になりますね。名称イサナ、名称バイタル、アポロ・ユッキー、猫足、ヤマニン・レジスター、ライジング・リーズン、ハイランド・ピーク、マイネル・バサラ、ロード・ゴラッチという感じでピックアップいたしましたので、こちらもね、参考にしてください。はい、で、注目している馬の コーナーとなります。なんかね、最近この動画撮ってる時だけあの、なんでしょうね。うーん。最近というか、ま、先週なんからなんですけど、ちょっとね、マックで撮り始めてからね、なぜかあの、目線が下を向くからか、顔が下向くからなのがわからないんですけど、<laughs> この動画撮ってる時だけ妙に喋りながら鼻が詰まってきてね、なんかすごい調子悪くなるんですけど、 なんか呪いかな。まあ、いいや。えー、注目せるようなコーナーです。えー、トラスト検診に、えー、今回はピックアップしました。まあ、前回のレースですね。前走に関して、えー、三浦騎士が乗ってたんですけど、あの、まあ、仕掛けのタイミングがすごくよくできたのでっていうふうに、すごくあの、まあ、自画自賛していたんですけど、まあ、僕がレース見る限り結構、そこの外に出したいのに、あの、 追い出したいのに詰まってたような印象の方があるんですよね。うん。まあ、その分だけでね、その分、あのー、伸びきれなかったように見えるんですが、まあ、あのー、コースができてからね、伸び始めたんですけど、結局、あの、逃げ馬はね、捕まえることできませんでした。で、まあ、すんなりいってれば、あのー、逃げた馬ぐらいはね、捕まえれたと思いますし、うん。 なんでまあこういう競馬でね、昇級戦でしたけど、あのー、まあまあ、結果からしても、あのー、クラスメドが立ったなっていう感じです。で、この馬に関してはあの、距離の守備範囲がすごく広いので、まあ、どこでも安定して走れるので、まあ、今後、すごくチャンスは、あのー、ふあの多いかなと思います。 あのそんなにねレース選ばなくてもいいのである程度の,あのところである程度の競馬ができちゃうタイプなので、うんあのーまあ、距離変更とかも全然関係、あのー、気にしなくてよく気にしなくていい馬だと思います。はい はい。ということで、えー、まあ、先週のね、あの動画の予想はもうあの、まあ、2着でしたけども、あんなもうなかったことにします。あの、あんなに等数ね、あの、禁止薬物なんちゃらかんちゃらでいなくなるっていうのは、ま、想定外ですし、うん。で、まあ、あの、重症じゃなくて、あの、G1 に関してはね、あの、この動画の注目馬が4 0連続勝ってるっていう中で、あの、 で、まあ、あの、そうですね。宝塚もちょっと期間が2週間空きましたけど、えー、っと、まあ、ここでね、G1 に関しては5連勝という風に熱つなげできたらいいなということで、今回ピックアップしたのがアルワインということになります。まあ、登録場全体的に見たら、ま、5サイバーが主役ですね。主役は、うん、あの、主役という目線で見られる、ま、大体5サイバーかなっていう感じの今回になるんですけど、 まあレイディオール奇跡いますからね、この2頭が2強っていうことになって、その下に、うん、あのー、まあ、エタリオ、シカリアールワインとかが入るのかなっていうふうには思うんですけど、まあ、それならね、アルラインから狙ってみたいなというところでございます。えー、大阪杯に関しては、まあ、競馬内容としては完璧でしたね。うん、あのー、まあ、100点の競馬下から勝てたというだけで、 ちょっとでもミスってたらね、2着だったとは思うんですけど、まあ、今回に関しても、じゃあ100点の競馬がそんな連続してできるかっていうと、ま、難しいと思います。うん。ただまあ、あの、阪神への適性も高いっていうところがありますし、えー、っと、まあ、2走前からブリンカーしてるはずなんですけど、 うんまあ、最初はね、あのー、あんまり効果感じませんでした。まあ、前走に関してはね、あのー、ちょっと慣れたのかなっていうところで、えー、まあ、ちょっとね、気の悪いところもある馬ですが、落ち着いて走っていたなっていうところなので、えーまあ、今回もね、ブリンカーつけるのであれば3回目、まあ、さらに慣れも見込めてくるかなということで、本当にね、潜在能力高い馬なんで、 うん、あのまだまだやれるというふうに思います。で、6月12日に、えー、販路で50.8秒出してます。うん。で、ま状態も良さそうだなと思いますし、まああとはね、そのジョッキーがこの馬に関しては、あの、なんだろうな見てるとあんまり人間にやんやんやん言われるの好きじゃないような気がするんですよね。<laughs> えー、見てる感じですけど。うん。なので、まああの、アルワインのね、邪魔をせずにですね、<laughs> あの、アルワイン、 えー、大先生のね、あのー、ちょっとご機嫌取りながら乗るような感じでいけばうん、あのー、チャンスは十分にあるんじゃないかなというふうに思います。はい、強い馬だと思いますで、えー、まあそんな宝塚登録してる馬さっきも、ね、前名前出ましたけどエタリオね、まあ本当に面白い馬だなっていうことで話題にしたいなと思うんですけども青葉賞菊花賞日経賞神戸新聞杯で2着と。 <laughs> 天皇賞ダービーで4着という成績ですごくお金も稼いでるのに、この馬が勝った主なレースっていうのはね、未勝利戦 <laughs> ということで、まあ、本当にね、不思議な馬ですよね。最強の未勝利勝ち馬っていう感じになっちゃうんですよね。なんだろうな。でも、なんか、そのどっかでやっぱ勝ってほしいなっていう、なんかその、この何々、 何々勝ち馬と、何々レースの勝ち馬っていうのを、なんかこの馬にはつけてあげたいなっていうふうにいつも思う反面、本当にこの先もね、あの、大きいレースでもう、あの、掲示板乗り倒してでも勝てないというような方の伝説をちょっと作ってもらっても、ちょっと面白いかなとは、え、思う馬ですね。はい、う。ん あと、まあちょっと登録してるんですけどね、出走するかどうかちょっとわからない気がするんですが、ノーブルマーズに関しては、まあ出走してくるなら、あのー、アルバインから行って、相手で買いたいなと思ってます。うん、まあ、去年3着でしたけど、阪神の適当も高いですし、なんか、馬のね、なんか、走る感じが、本当に気持ちが前向きになってきたなっていう感じがしますので、 うん、まだこの馬もね、なんかあの、今後、うん、チャンスがあるかなと思ってますし、本当なんか人馬一体っていう感じでね、ちょっとずつあの成長してるタイプの馬だと思うので、えー、まあ、出走してくるならちょっと飼いたいなと思います。まあ、人気はないと思いますので、はい。まあ、そんなとこですね、宝塚記念に関しては。はい。で、アットアゲロップのラインアットやっております。はい。 そうですね。アットアギロップっていうね、うちのブログ、まあずっとやってますけどね。で、アットってつくのでね、LINE アットって言ったとき、なんか間違えたような錯覚を <laughs> 覚えるんですけど、はい。まあ、LINE アットやっております。えっ、ー、と、まあ、だいたい水曜日に、えー、配信してます。うん。えっ、ー、と、まあ、LINE アットだけの話とかも配信しておりますし、えっ、ー、と、そうですね。まあ、今後はもうちょっと、あのー、余裕ができたらね、配信する内容とか回数も増やしていきたいなっていうふうには思って、 ていたりします。はいで、えー、ミリオンダラバケンジョスクワットエの方は、えー、発売されております。うちの近所のイオンの中の本屋さんをちらっと見に行ったら売ってませんでした。えー、そうそうなんです。売ってなかったんですよ。なかなかねイラッとします <laughs> ね。本当に天童な子さんのね本はバッチリ売ってましたけどね。いややっぱり僕のはなかったな。 近所なのに一番近所の本屋なのにっていう感じなんですけど、まあ,あ,の <laughs> まあそんなことはいいとして、えー、アットギャロップ、テイクアップアムズの方も、えー、平日更新、えー、完了しておりますので、ぜひアクセスしてみてください。はい、で、アットギャロップショップの方も、全然物は増えませんが、ファーストアライバルアップしてますので、えー、気になる方は、えー、ご覧になっていただければ嬉しいなと思っております。 はい。で、えー、雑談のコーナーということになるわけなんですが、えーまあ、やっぱ今週はもうあれですよね。あのーまあ、いろんな事件もありましたけどね。拳銃盗んで、えー、逃げたバカだれがいたりとか、えー、また小学生の、ね、列に突っ込んだ車があったりとか、もう毎日ね、もうこと令和になってから何でしょう。えー なんですかね、高齢ドライバーの事故と刃物っていうのがなんかテーマみたいになってて、なんか嫌な、嫌な感じだなっていうふうん、風に進んでいる感じなんですけれど、うん、まあ競馬の方もね、今年はね、氷が降って、あの、開催途中で中止になったりとかもして、したりとか、で、今回のこういうことがあったりとか、ちょっとね、イレギュラーですね。うん、なんかあんまり、あの、僕的には、 今年よくない感じがしますね、まあ。馬券のね、成績的には全然悪くないんですけど、うーん、データとしてまたこうやって先週なんで、まあ、これから将来ねあの、いつを振り返っても、この週だけはもうあの、手作業で切り取らないとね、参考外の週なので、こういうのが出てくるのは非常に厄介だなと思うんですけど、まあ、あの、サプリメントですか ね、検査が終わってないのに売ってたって、しかも JRA の、ねまあ、子会社が売ってるものですし、うん、一応ね、該当した馬には、今週末の、ね、優先出走権を上げるから、はい、勘弁してねみたいな感じで終わらそうとしてるみたいなんですけど、やっぱ僕もね、あの仲良くしてる馬の人さんとかいるので、話を聞いてみたら、いやー、まあまあまあ、ぶち切れてましたよ。うん 本当に今回ね、今回その引っかかって出走できなかったんですけどその、ね、前日まではあのいい状態だっていう話も聞いてましたし、まあ、僕も馬券買おうと思ってましたからね、それがまあ朝になって取り消しになってはいじゃあ今週末出走させてあげるからねってそれじゃあなかなかね、あの難しい,いや納得できない馬主さんも多いでしょうし、まあ、遠征もしてるわけで。 ね、お金もかかって大切に育っててね一回仕上げちゃった仕上げちゃって走れないっていうやっぱ最悪のパターンだと思いますからこれはもうちょっとね JRA の方が保証なりなんなりしていかなきゃいけないと思うんですよね、うん、であのサプリに入ってる成分がね10日間で代謝で抜けるって言ってるんですけど10日間で抜けるんだったら今週該当した馬に え週末の優先出走権与えちゃダメなんじゃないのと思うんですけどね。10日経たないですからね。ね、もし週末にそれを接種しちゃってたら、その次の週末までは10日以内ですからね。その辺もどうなってるのかなっていうのと、やっぱりまあいろんなところの情報筋から話聞いてたら、うん、普通にそれ先週からですね、先週だから今から言うと先々週ですよね。だその前から別にそれ買って使ってるみたいなんで、検査は降りてないのに。 じゃその前の週の馬券の結果とかってね、影響出てねえのかよって話だったりするわけじゃないですか。うん、なのでなんか全然、うーん、僕的にもそういう話を聞くと全然納得できないですね。うん。まあそれで影響が出たから、そのまあバタフライエフェクトじゃないですけど、まあそれで影響出たから、えー、当たった馬券もあり、外れた馬券もあるのかもしれないですけど、うん、なんだかあの嫌な感じはしますね。 こういうことがあるとうーんなんかねあのまあ競馬ファンの人の中にはねそのネットとか見てたらやったら頭数が減って当たりやすくなるぞって言ってる人たちもいたりも <laughs> したんですけどいやいやそういう問題じゃないだろうっていうねそのおっつおっつがおっつがはちゃめちゃになるかなっていう話なんですけどでまあ冒頭にも言いましたけどあの そ,うそ,うだからそれが分かってるのに馬券を売り続けてましたからね。JRA は前日からね、パットで。だからそういうことがカラスが鳴いてるけど、そういうことがあると、うん、なんでしょうね。例えばだから、ね、展開をこの馬がやるからっていうことで展開を中心に考えて予想した、予想してる人なんかたくさんいるわけで。 うん、だからね、1レース1頭、2頭いなくなって、それがもし先行馬2頭だったら、全然あの話も変わってくるじゃんっていうようなことがあったりもするので、まあ、開催中止にしてもよかったと思うんですけど、やるんだったら、とりあえずあれが先その前日のね、夕方ぐらいには発覚してるわけなんで、その時点でとりあえず前日発売を取りやめなきゃだめだったんじゃないのかなとは思いましたね、個人的には。うん 別にね、こっちはその馬券買えりゃいいって言え馬券が買えればそれでいいんですっていう、そのね、いわゆるそのギャンブル中毒とかそういうようなことで買ってるわけじゃないんでね、こっちは真剣にやってるわけなんで、なんからそこら辺をもうちょっとあの、うん、j r m も考えてやってほし,しかったなと思うのと、じゃあこれまで本当になかったのかっていうね、感じですよね。だって先週 だから先々週から全然それは使われてたっていう話なんで、そう、で、まあ着順でね、上位に入っても、まあ検査の義務があるはずなんですけど、本当にじゃあ、本当だったら出ていなきゃおかしいですからね、少なくとも、ゼロってことはないだろうということなんで、じゃあ本当に毎回ちゃんと検査してんのっていうような疑問もちょっと出てきちゃったりしますから。 うん。なんか JRA の対応は素晴らしかったみたいなことを言う人もいるんですけど、うん、全然なんか、そうかいっていう <laughs> ようなね、あのー、印象がね、あの、印象というか、そういう、っていうような感覚が僕としてはちょっとありましたね、正直。うん。本当ね、あれのせいでね、あのー、全然出れなかったですからね、土曜日。 寝よっかなっていう時にその携帯見て気がついたんでね、そこから情報を集めなきゃいけないって言って、結局朝6時半にやって、発表を見てね、その旧車のチェックとかなんやかんやしてってやってたんで、なかなか、ああ、すごくね、しんどいまま、えー、今、今日本日、今現在火曜日に、えー、至っているわけではございます。火曜日の早朝です。はい。そうなんです。こっからね、あの、コパはアメリカ見なきゃいけないんで、ダゾーンで。<laughs> そうなんですよね。なかなか、ねちょっとね、寝れないですね。あのー、まあ,あ、嬉しい悲鳴なんですけど、えー、競馬プロレスサッカーと、この3つのね、スクラムのせいでね、あのー、週末から全然週明けまで寝れないという感じなんですが、うん。あのー、<laughs> まあね、本当はね、だからそこでもっと寝れてたんですけどね、その競馬のね、その一軒がなければね、本当に。 いや、でもなんか今年なんかまだまだね、いろんなことがあの珍しいなって、こんなことあるんだ、こんなことが起きちまうんだっていうことはね、競馬関わらずなんかいろんなとこでありそうだなっていうようなことを、うん、なんか世の中のこと、世の中のね、ニュースとか見てると思いますね。本当にね、もう。警察刺して拳銃盗むってね、なかなかですからね <laughs>。あの事件もね、大阪のどこだったか忘れちゃいましたけど。 ねえだから、まあ、あの辺もしかしたらねあの辺に住んでいらっしゃるこの視聴者さんだったり読者さんだったりいるかもしれないですけど、うん、自分ちの近所でね警官が襲われて銃を持って逃げられたって言ったら怖くて外出れないですよねほんとに。うんでまたなんかどっかのね偉いさんの息子さんだったみたいな <laughs> っていうことでなんかそういうのも似たようなことが本当続くなってまだ令和になって、えっと、1ヶ月と半分ですよねちょうど。 ちょうどじゃないか。半分とほんと数日っていう感じなんですけど、いやー、嫌な予感しかしない <laughs>。なんかね、僕は嫌な予感しかしないですね。これ上半期でこれですからね、今年もね。うーん。なんかね、もっとハッピーなニュースがね、もっともっと増えてくれるといいなと思うわけなんですけれども、うん。あの、なかなかそうはいかないんですかね、今の世の中では。 まあ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 、でもね、あのー、なるべくね、日々を楽しく、あのー、生きていけるようなね、前向きな精神状態でいれば、ええー、多少は、ええー、いいこともあると思いますので、ええー、あんまね、あのー、世の中がね、暗いと、もう暗さって映るんですよね。本当にあの、まあ、まあ、あのー、世の中のニュースとかでもそうだし、まあ、ネットとかでもこのネガティブなことばっかり書いてる人たちの見てると、どんどんそういうのもね、気分に影響していきますしね、 波の周りで、だから、例えばすっげえ暗いやつとかで一緒にいたら絶対暗くなっちゃう。あのどんどん影響される。で、悪いことの影響力ってね、やっぱ強いんですよね。うん。いいことの影響のってあんまないんですよね。めちゃめちゃポジティブな人がいても、まあ、ちょっと、うん、影響を受けるぐらいですけど、なんかもうネガティブの塊みたいなやつがいるとこっちもネガティブに引っ張られていっちゃうので。 なんかね、そういうものをね、あのー、まあまあまあ、あんまり、まあ、目にすることも多い世の中ですけど、うん、そういうことをするような人がいたら、なるべくね、あのー、避けて通るというのが、あのー、最低限ね、明るくき楽しく生きていく頻度になるんじゃないかななんてことを最近思ったりしております。はい はい、そんなわけで、あ、そう、チャンネル登録数がね、あチャンネル登録者さん数、<laughs> チャンネル登録者様数が、えー、5000名をね、ついに超えました。えー、登録してくれ、登録してくれとね、ギャ,ーギャーギャーギャー言ってたら、あの、増えました。ありがとうございました。まあ、あの、G1 のね、あの、連続的中の効果も多いと思うんですけど、うん。 あのー、そうですね。まあもちろん競馬のことを中心に、えー、まあまあサッカーの話したり、プロレスの話したり、ニュースの話したりもすることがあるチャンネルですけど、あのー、 まあこれからもね、あの気になるあの動画だけでもいいんで、あの見てもらえたら嬉しいかなと思っておりますし、あのぜひねチャンネル登録をしていただいて、えー、応援してもらえたら嬉しいなと思っております。はい。まあそんなわけで、えー、今週も、今週は、えー、何事もなく平穏に競馬ができるように、えー、願いながらお別れしたいと思います。そんなわけで竹内でした。えー、さようなら。